3.11 以降、福島原発事故、決してまだ収束していません。5年も過ぎてるのに、子どもたちの甲状腺がんの数が増えています。私たちはそれを見越してというか、そうなるであろうということで、みんなで国内外の方の労働者が集まって、福島共同診療所というものを建てました。それに支援をしてくださったのが鈴木達夫さんです。そして今、その福島共同診療所の医師の先生方とともに、この鈴木達夫さんに応援しようと、強固な連帯で団結隊で福島はこの選挙に向かっています。医療と政治、医療の問題も全部政治から来ている、世の中変えなければならないというこの時に、曇りなきずっと階級的な正義感を持って人生を生き抜いてきた鈴木達夫さんがこの選挙に立つ、それを福島ではみんなで医師団と一緒になってこの選挙を応援する、政治と医療、それに向か、それを私たちは福島から押し出していきたいと思います。世の中を変えていきましょう。鈴木達夫さんと一緒によろしくお願いします。